皆さんこんにちは、ワールドラバーマーケットのグッチです。今日はですね、私がもう試合の後半もう負けかけのところとか大ピンチのところでもう一気に逆転する裏技サーブ、それはドライブサーブになります。私の中では唯一相手のレシーブの球質が上回転一つのみっていう返球に絞ることができるという、ラックロングとか横ロングサーブだと相手が強ければ強いほど下や上やチキータやらいろんなのがツッツキやストップやらチキータやらドライブやらいっぱい回6種類ぐらい待たなくちゃいけないですけど、このドライブサーブ相手に途中でバレたとしても全部次の球種が上回転というたった1つ、さっき6種類って言ったとか6種類の待ち方を1つの上回転という回転ののみで待つことができるという、だから待つことが6分の1で1つだけに絞れて3球目が打てるので、中級者でも上級者に向かって立ち向かい、皆さんの下回転サーブそして横回転サーブなどのグリップの握り方のままでドライブサーブをやると、まあ、相手にちょっとバレづらくなります。このまずボールに対して斜め上、こちらですね、斜め上を掴んでドライブ、次から通常の皆さんのサーブの構えからドライブサーブをやってみましょう。いよいよやってみます。トスを上げて、でさっき言ったボールの斜め上ですね、斜めを掴んでそこを意識してドライブ、お早い、伸びたな、超トップスピン、はい、通常の皆さんの構えからドライブ、はい、できる限り下回転の振り方でドライブとかやるとびっくりします。下回転からドライブっていう感じです。ボールの斜め上をドライブ、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 さっき言ったボールの斜め上ですね、斜めを掴んでそこを意識してドライブ、お早い、伸びたな。ドライサーブは別に打ち方バレてもいいんですけどね、まあ途中でもうドライブってバレててもいいです。実際のでできるようにするには実は左手出す瞬間に左手を引く、そしてあと体の左側を引くように出すと、見てください、左側の肩がこういう動きになるんですよ。左側の肩が普通のサーブはこうじゃないですか、肩残る感じじゃないですか普通のサーブで、ドライブサーブはこういう感じで肩が左肩がこう左に行くんですよ。そういう風にするとこうやって空間がここにできるので、ドライブ強超トップスピンをビャッと生む秘訣になります。肩が残ってるといてててって なんか邪魔、体が邪魔なんですよ。ドライブサーブをしようとした瞬間に左肩をこっち左に向けてあげると、でしかも当たった瞬間に開けるので、相手からもう気づいたとき、左肩が開いた瞬間にもうボールが相手コートにトップスピンでボボボッと襲ってる状態なので、のけてあげると、のけてあげると、のけてあげると、こうは×、こうは×、遅いです。でなくてこうドライブサーブするときはイメージ的にはコンパクトなスイング、小さめなスイングで最後当たる瞬間に止める、ドライブするときに止めるようにするといいドライブサーブが、そのままこうやって振り切っちゃうとオーバーしたりこう弾いちゃうので感じのスイングが、はい、ここで止める、なのでドライブサーブの時にこうやっちゃダメです、じゃなくてこれなのでこうじゃなくてドライブ小さくなるで、お腹で止める小さくコンパクトに、で大事なんですね、ロングドライブサーブやるって言って今みたいにパンって弾いちゃう、これ叩くロングサーブだったら上回転じゃないです、でしかも安定度もない、じゃなくてちゃんと擦ってください、擦るが大事です、擦ることによってボリューム、すごいトップスピンで伸びすぎですね。ドライブはスピード回転プラススピードっていうのが両方ないとダメなので、真ん中に当てる方が安定したドライブをこう生みやすいです。はい、真ん中でドライブ、真ん中で斜め上のボールの斜め上をかぶせながら真ん中でこすってあげる、はい、こういう感じですね、トス上げてここ、トス上げてトス上げてここ、比較的には真ん中でドライブ、はい、じゃあいきますよ、
真ん中でドライブ、はい、下回通常の構えから真ん中でドライブ、うわーめっちゃいいドライブ出た、はい、新しい感じ、はい、この意識で体も一気に開けると相手もびっくりします、はい、で体も一気に開けると相手もびっくり、真ん中でさらに強い回転をかけるには当たる瞬間にこう握る感じがいいですね、握る、私はこういう状態です、ドライブサーブ、この握りです、握っ力抜いて脱力して最後に握る、はい、じゃあこれでいきますよ、力抜いて最後に握る、おーいいドライブサーブ出た、で握ってる時に慣れてきたら握るの分かったで慣れてきたら最後に握りながら最後に手首を使い出すとより回転が強くなる、握って手首、握って手首、はい、でこういう感じ、握って最後にうわ超伸びる、うわ、はい、これが大事ですね、はい、うわめっちゃ伸びた、はい、右手下げに、うわ超伸びる、右手下げに、うん、遅いのはこれダメです、こっちにバウンドするとオーバーします、回転もない、でこっちにバウンドさせたらで落とすといいドライブサーブが出せます、はい、でもおみたいな球種を上回転だけに限定させることができるという魅力的なサーブになります、斜め下に向かって叩きつけるようにドライブサーブを、うわめ今のところ史上最速じゃないですか、この動画最速だと思うんですけど、斜め下に向かってドライブサーブを出すとすごい高速でもっとさらに滑るような感じになります、これはですね下に向かってやりすぎるとガタンガタンになります、はい、で前に向かって振るとこうやってオーバーしたりしやすいと怖いなって斜め下に向かって叩くようにドライブサーブを出してもらうと、あーいい感じ、ちょうどいい卓球台にちょうどいいんですよ、で斜め下に向かって叩きつけるようにドライブサーブを、うわっ今のところ史上、で落ちるドライブサーブが入る、まあ、下回転っていうようなドライブサーブを混ぜることがいいです、通常だと皆さんラケットの面こうなんですけど、落ちるドライブサーブ入れるときはラケットをちょっとこう内側に少し巻いてドライブサーブを出すように、通常はこうですよね、開いてますよね、通常で普通のドライブサーブの振り方とちょっと内側に巻いた状態でドライブサーブ、正確に言うと横回転が強くなって上が減ってる、ちょっと横を掴んでる、ちょっと内側を掴むんでボールの右斜め後ろを掴んでドライブサーブをやってるってことですね、右斜め後ろを掴んでドライブをしているから、これで結果的にあのカンカン上回転だったのが横回転主体のサーブになるので、上に振ってるドライブって振ってるのに上にドライブって振ってるのにこれは横回転なので、相手はドライブサーブだと思ってかぶせちゃうんですよ、早いからかぶついて上がやると落ちるというからくりですね、はい、なのでサーブ出すときに通常の皆さんの構えでドライブサーブが効かなくなったときはこうやってやったときにちょっと内側に巻いたまま同じようにドライブしていく状態で、これが通常でこれが巻いてるやつ、これ通常でこれは巻いたやつ、わからないんじゃないですかね、同じに見えるですよね、で少し曲がる軌道を描くようになります、めっちゃ上を入れたい、めっちゃ伸ばしたいときはラケットの面をめっちゃ開く、ちゃんとしっかりビシッと相手のコートに開ききった状態で、で同じようにドライブサーブをやればめっちゃトップスピンが入った、伸びる、めっちゃ伸びる、超上っていうのが出せます、できるだけラケットの面を開いたままの方がいいですね、この角ですね、はい、ちゃんとしっかり開くと超上で、ちょっと少し内側に巻くとこれが落ちるドライブサーブ、分かんないですよね、これは超上とドライブサーブ、こっちが超曲がるドライブ、だスイングが速いからドライブの振り両方してるから少し巻くか開けるか少しか巻くか、これだけで相手からするとあれ下回転が入ってるやつと上回転が入ってるやつがあるみたいな、より相手がレシーブが合わせ系になりやすくなる方法ですね。
で最後の最後もうこうダメ押しなんですけど、ドライブサーブは相手にバレていいサーブ、次は次の3球目が、もう上回転という球種に限定されるから非常に3球目がしやすいということでだけで OK なんですけど、まず下回転の振り方でドライブサーブ、はい、で横回転の振り方でドライブサーブ、はい、巻き込みサーブの振り方、巻き込みかな、超上じゃねえかみたいな、もう気づいた時、気づいた時には超上がもう来てるから相手びっくり、巻き込みだったら短く切れたサーブ、そしてナックルロングの速いサーブがある、巻き込みのナックルロングと切れたサーブだったらワンチャンこうツッツキだけで切って上書きすれば全部一つの技術で返せるので、あのレシーブ困らないんですけど、その中に超上が1個あると思うとレシーブの技が変わるんですよ、ツッツキか効果、ツッツキか効果やることが2択に増えました。ツッツキプラスバックハンドの2択の技を迷いながらやらなくちゃいけないので、レシーブは2つ迷いながらやるのか、1つのナックルロングか、ナックルロングか逆横だけのツッツキ系か、1つ待ってるだけ、技術1つ待ってるだけだと全然違います。相手のラケットの角度が最大に狂いやすい、そして2つ待ちをしなくちゃいけないので、どっち結局短い巻き込みまで聞き出すという最高のからくりが待っています。例えば巻き込みの振りして最後の最後まで落として、巻き込みまの振り、最後まで巻き込みの振り、あこの振りでも落としといて、で最後にこういきますよ、最後にドライブで伸ばしちゃう、あ短い系かのなかあってもナックルロングかな、超上チキータもこれがあると思うとできなくなっちゃうと思います全体的に。で、 できる限り落とす、で横回転もできるだけ落として下の方でできるだけ落とした状態でドライブサーブ、はい、一気に最後の最後で変えてあげる、はい、っていう感じ、まあ、ギリギリの進路変更をするときほど手首の使い方が重要ですね。最後の瞬間に一気に握って手首を使うようにすると強いトップスピン、これが手首がないとポンって当たっちゃうのでナックルロングと一緒になっちゃいますよ、それだと速いサーブ出してもナックかからない、じゃなくて巻き込みの振りして最後にこの手首振る、握りしめ手首使う、ちょっと上げて巻き込みドライブ、巻き込み巻き込み巻き込みドライブ、横ドライブ、横ドライブ、いいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。ありがとうございました。